今日は白樺湖に来てます。白樺湖ぐるりんって言って、ちょうどあれですね、1周 3.8 キロの割と平坦なコースで白樺湖1周回るような形になってます。でこれ背景見ていただくと分かるようにクッション系の路面になっててですね、めちゃくちゃ走りやすい。しかも、ジョギングコースとして道路と完全に分離されてるのですごくいいです。もちろん景色も、白樺湖とかですね中心に車山だったりとか、霧ヶ峰まではさすがに見えないけど、その八ヶ峰の方のですね山の雰囲気とかそういうのも味わうことができるような感じになってます。ぜひぜひお楽しみに。そうよ、だからこれクッション系だから気持ちいいと思うよ、歩いてると。全部こんな感じ？いや、一部そうじゃないところ。